手が揃って先発出場。前半エコベ選手ディフェンスをかわして強烈なシュート、ここは川崎のチョン・ソンリョン選手に止められます。さらに前半の32分でした。メッシ選手が見せました。これ利き足とは逆の右足を振り抜いて先制ゴールとなります。さらに後半です。メッシ選手サイドにボールを預けるとベルナト選手との華麗なワンツーから、これ完璧だった。最後は20歳のカリムエンド選手、点差を2に広げます。 J1 王者として意地を見せたい川崎は後半の39分、山田選手が1点を返しましたが試合はこのまま終了ということで